まあ、チャーはいじめるよ、普通に。今、吸引機持ってる武器、結構あると思うんだよな、なんでも。なんか最近ちょっとエスプラスのさ、レベル上がってない？これ、俺の内部レートが高いのかな？味方ほとんどエスプラスだ、毎回。相手も A とかと当たってない感じする。危なっ。ありがとう。こういうチャーはね、助かるんだよね。マジで。マジで助かってる。正直。いいよ。ペナアップじゃないな。まあ、チャーはいじめるよ、普通に。いや、これ、チャー押さえたらラピがさ、ぶっ壊れるからさ。それ一生殺すよね。そういうもんだし。いや、これ、マジでこういう立ち回りした方がいいよ。前線の仕事、後衛をぶっ殺すという。正直ロングとかデュアルとかこっちの味方の向きどれでも触れるし、割とね、まあ、マヒマヒちょっとヤグラは置いといて結構好きだよマヒマヒは。レールを、取ると思ったら全然進んでなかった。あ、つまめ。あ、でもこれ、ナイスチェーンだな。いや、今、ああいう近くで撃てばよかったな。
うますぎや今のチョク。これノックアウトしたいおじさん発動するわ。さすがに、さすがにノックアウトしたいおじさん発動する。これ倒したわ。意外と進んでね。俺が乗った方がいいな。俺が乗るべきじゃん。いや、このままこの調子で立体一生圧かけよう。ナイス立体キル。ナイスやり、うまい。これなんかフィジカルでボコしてる感やばいな。編成も編成だし、超攻撃編成だ。フィジカル勝負最高。試合5分中4分ぐらい敵陣でバトルしてたもん。俺たちはチームデスマッチしてた。これ味方も同じぐらいキルしてるでしょ、これ全員。